山本由伸のカーブ、全米で話題に、こんなの打てねえよ。ドジャースの山本由伸投手の伝家の宝刀が全米で話題だ。上から下へと落差の激しい球筋から、ヨーヨーカーブ、と名付けられたウイニングショットが猛威を振るっており、三振に倒れた打者が、こんなの打てねえよ、とでも言いたげな寂しい表情を見せた。カーブばっか投げてたな。三振取れてええな。フォークは見切られるからな。パドレスユより、あの日の韓国のマウンドがダメだったんじゃないの。あの試合だけめちゃくちゃだったじゃん。オープン戦もゴミやったし明確に、このままやとあかんからフォーム戻す、って言っとる。KBB5.00WHIP1.09、普通に優秀やん。高速で曲がるよな、あれは珍しいわ。見慣れぬカーブとピンチ時に一瞬に助けられてた。メジャーレベル高いわ。ストレートをあっさり弾き返すのやべえよ。低めのストレートは通用しないね。高めのストレートと同じ高さから落ちるカーブのプロスピ配球で無双できるわ。今晩の今永対ドジャース打線はどうなるんやろな。今日の左に苦戦してたから今永なら抑えるやろ。今永さすがにドジャース打線はきついと思うわ。抑えたらめちゃくちゃすごい。バーンズとかいうキャッチャーエグすぎて草だわ。審判めっちゃフレーミングに騙されてた。ドジャースの投手ずるいやろあれ。バーンズうまかったなー。ダルが今まで組んだ中で一番うまいっていうだけあるわ。カーブを決め球にするの嘘玉だから怖そうやな。バウアーのカーブの方が魔球に見えるんやけど。適応最中でしょ。現時点でこの感じならいいよ。